皆さんこんにちは。こんにちは。南沢さとしです。今日はですね、チーム南沢の佐々木くんに、はい、テーラーメイドのですね、歴代ドライバーをノンカットでどれだけ違うものなのか、ちょっとですね、試していただいて、これのコメントをいただきたいと思います。はい、いいですか？はい。ちょっとチームに皆さんのあれがかかってるんで食べますよ。はい、お願いします。よろしくお願いします。じゃあやっていきたいと思います。試打会スタートします。はい、まずは R7 何年、2000何年になるんだこれは。2007年とかじゃないですか。2007年ですかね、はい、もう僕はこの頃から契約してましたね。2007年モデルかな。 R7、はい、まずスタート、シャフトは全て統一で S で、はい、いってみたいと思います。お願いします。お願いします。おもろまっすぐもろまっすぐいってるけど、さあ何ヤードちゃん。261ヤード、1点。では次、白いヘッドで、白いヘッド R11、はい、9度 S シャフト、9度の S シャフト、はい、どう打感？なんか硬いっすね。セブンよりなんかイレブンの方が随分なんか音が硬かった感じがあるね。これが 261.6 さっきと一緒じゃねこれ。ちょっとでもヒール寄りしたね。あ、ヒール寄りだったんだ、はい、でも同じぐらい飛ぶ。いってる、やっぱ進化してるんだね、はい、4年間の進化は大きいね。次は M2 で、すいません M2、 じゃあ M2 から、はい、OK、 2016年モデル、はい、シャフトは S シャフト、ね、OK です。さあここから R シリーズから M シリーズに変わります。きっと飛ぶんだろうな、変わるんだろうな。お、あーでもさっきやっぱ違うね。違いますね。やっぱ違うね。ここから M シリーズから 277.1 に変わりました。どうだった打感？打感柔らかいんですけど、あれ偶数系派奇数系派？自分は偶数ですかね。偶数か、はい、やっぱ捕まえたいんだ。逃げ、そうですね。あ、なるほどね。しっかり捕まえたいタイプ。 OK、 次は M1、 OK、 2017年モデル、はい、M1 シャフトは S、 はい、 OK、 ちょっと右出た。そうですね。でもなんか当たった感じ悪くないんじゃないの、はい、今。あ、やっぱ全然違うね、うん、285、あれ285 全然なんか、え、 R シリーズと M シリーズそんな違いますか？そうですね。そんなですか？なんか260ヤードか285って、これなんか絵に描いたようななんか知らない、わざと遅く振ってないみたいになってる。振っててもやっぱ違います。出だも違うんだ。はい、次は M2 の2017年モデル。え、さっき言ったのなんだっけ？は2016年モデル。あ、違うの？はい、やべえ、こんなこと言っちゃうまずこれ。M2 の方が球上がんない？そうですね。今ヒール？ちょっと低かったですね。あ、でも271か、はい、271.8、 まあ悪くないね。そうですね、当たり悪かったですけど、まあまあ言ってくれるね、はい、でもまだこれこの時代はツイストフェースついてないもんね。ついてないですね。そうだよね。ちょっと右出てるかもしれない、うん、M4、 はい、 M4 です。よっしゃあ、れちょっと当たり悪かった。 M も引けて落ちちゃったけど、それ問題じゃない。もう一回ですか？もう一回、もう一回 OK、 投げの一発だよ。当たり悪かった。うん、ちょっと違うんだよ。まあシャフトの関係もあるよね。でも今のところ一番飛んでるのね、 M1 だよね。そうですね。次は M5 ですか、ね、M5、 はい、はい、まだギリギリなんですね、うん、ナイスボール。ちょっとなんか老けた感じ今。そうですね。262もう一回ですかね。いいよ。
うん、なんとなく合わないからですM5 は、まあ、タイプだからね、はい、合わない感じかなみたいな。ガチンコですからね。ガチンコだから次はシムマックス。シムマックス、はい、シムマックス、はい、1個前、はい、おお、全然ボールの出球と高さと違う。マジそんな違う？全然違うじゃん。297。ほんの違う。そんな違う？はい、すごいね。シムマックス今の。はい、シムマックス今日の最高、最高出しました。はい、見せてください。シムマックスの何度これ？普通の9度。普通の9度。はい、でシャフトも普通のエースシャフトです。今のだとここまでね。じゃーん。打ち出し角が高いよね。でも打ち出し角か、はい、スピードも多いのにね。なんかヘッドスピード早く出ますね。ヘッドスピード今の53、はい、全然違うじゃん、はい、シャフトのせいかな。いや多分この突起が、あ、突起部分がなるほど。でも早く振れますね。なるほど。じゃあ次はチムツマックス、マックス 10.5、 はい、はい、お願いします。おお、来た。いい球来たね、これ。全然違う。マジ言ってるの？300超え、あれ307。めっちゃすごい。シム2、はい、シム2マックス。やっぱ飛ぶね。飛びますね。飛ぶね。いい。じゃあシムグローレ最後、はい、R シャフトですけど締めてください。はい、宮見沢さんも。そう、僕がご愛用のシムグローレ。頼みますよ。そこは一つ。300超えなかったら問題だよ。いいけどやっぱちょっとシャフトがやばい分老けたね。まあでも球の高さも良かったし、まあ290はとりあえず296いったんで、まあまあ OK です。最後が296ということで、全然飛びますね。最後やっぱシム系に来てから、はい、飛距離一気に、そうですね、307、297、296、ムグロレということで、一通り R7 からシム2マックスまで行きましたけど、感想は？いや、正直そのね、毎年出てて、うん、そんなに違いあるのかなと、シムに当たれば一緒じゃないのかなと思ったんですけど、うん、全然シムになってからなんかヘッドの加速感っていうか全然違ったね。芯外した時でも R7 とかぐらいは行ってたね。飛ぶんでいい感じ。しかも球の高さが全然違ったね。そうですね、所属も違えば球の高さと、はい、あとヘッドスピードが変わってるっていうのが不思議だよね。やっぱヘッドスピードが上がってるもんね。最後が53、55って何これ。55やばい。そのシムツーマックスやばい。53だし多分この突起が効いてるんだと思う。突起性もすごいです。じゃあやっぱりこれが使うならチーム2マックスがいいかなって感じ。はい、OK、素晴らしい。最後素晴らしく合わせましたね、まるで。こんなにいいっす。OK です。最新が最強でした。 OK です。ということで、本日並べちゃってるけど、はい、これで終了です。ありがとうございました。バックバックバン。まあ、初動はちょっと体の回転っていうのはちょっと抜いてんだけど、ここから9時の位置からは今度9時3時なかったらコックが入るよね。最初にコックが入る、はい、でコックってなんだったら右肘と手首を縦に畳む、はい、手の縦の動きが入ったら次は